おはようございます、黒みつばです。ということで今回も時空縛りの方をやっていきましょう。ということで今回はですね、前回のアバロンに続きまして、理想郷二雷家内に行くという前に、なんか始まりの道のこれが溜まったんで、とりあえずこれから引いていこうかなと思います。まあ多分使えるキャラ出ないんだけどねもう星6確定系はほとんどダメよ。もう大体使えないキャラしか出ないから。ああもうね、こいつ確かあれだよね、スパバレの子だよね。スパバレとあのキラーの子だよね。トリトンだ、トリトン。確かイルカが可愛い。そうトリトンだね。おこいつ持ってなかったっけ。持ってたわやっぱりなんか出た気がするなと思ったら持ってたわ。ということで今回使っていくパーティーはこちらです。聴覚聴覚聴覚ガブリエルと。でまあ自陣に組んでる聴覚はまあ初日の降臨キャラの中ではかなり強いキャラでしたね。まあ実際あのこの後周回で使われていったキャラっていうのは、これのちょっと後に出た、朝鮮っていうね、めちゃくちゃ可愛い女の子がいるんですけど、まあ、初日時はその朝鮮がおらず、まあ、この聴覚がかなり良かったと。で、まあ、フレンドのガブリエルなんですけど、この二雷家内が実装された1日前に新春限定として出たキャラですね。で、まあ、進化神化両方適正だったんですけど、今回はね、進化の方を連れてきましたと。で、まあ、ガブについてはね、ここで話しすぎると長くなるので、まあ、クエスト内で話していこうかなと思います。ということで、悠久の祈りと魂が帰る正解、二雷家内やっていきましょう。レッツゴー。さあ、勝てるかということでやっていきましょう。一応あの、フレンドのガブリエルについて軽く説明しておくと、こいつね、電撃持ってるんですよ。新春限定で出て、まあ、その1で担うキャラのスペックで出されたんですけど、まあ、それがね、砲撃型の電撃と。いうことで、まあ、あの、このクエストね、見てもらったらわかる通り、内部弱点の敵がメッサ出てきますと。メッサ出てきて、基本ね、内部弱点なので、貫通で殴ってあげる感じが、まあ、このクエストもベースになってくるんですけど、ただそういったギミックを完全無視するキャラが一体だけいて、それがこのガブリエルだったんですよ。まあ、電撃って皆さんね、ご存知の通り、内部弱点取れるんですよ。なので、その友情コンボでめちゃくちゃ強かったっていうのが、この進化ガブリエルですね。もう本当にね、あの、友情コンボだけで、このクエストの適正になってた。ほんとそれだけって感じなんだけど、まあ、ただあの SS とかもね、24ターンとはいえ、オールアンチ SS 持ってたりとかして、まあ、そういうところも優秀で、まあ、かなり、適正キャラとして使われてましたね。まあ、一方ね、あの、神化のガブリエルもこのクエストの適正キャラで、まあ、神化のガブリエルに関しては、どっちかっていうとアタッカーっていう感じですね。あいつね、攻撃力めちゃくちゃ高くて、確かね、3万ちょっとあるんですよ。3万ちょっとあって、まあ、友情コンボがね、スピード型ではあったんですけど、ルシファーと同じエナジーサークル L、あとは水属性耐性持ってたりとかね、オーソドックスに強い貫通のこのクエストの適正キャラっていうのが、神ガブ。で、ちょっと反則気味なね、友情コンボで強いのが、この進化ガブっていう感じでしたね。で、まあ、この初降臨時は基本的にみんな進化ガブ使ってましたね。というのも、これ多分どっから動画でも言ったんですけど、この二雷家内実装初日に神化ガブリエル使えたユーザーって本当に一握りだったんですよ。で、まあその理由っていうのが、まあガブリエルってさっきも言った通り1日前に実装されたキャラなんですよ。この二雷家内が1月2日に降臨して、その1日前の1月1日に実装されたのがこのガブリエルだったんですけど、当時ってまだ追憶の書庫がなかったんですよ。で、もちろん更新玉なんかもなくて、神化させるためには、まあ、今もあるようなね、普通のイベントクエストの降臨時間に、そのクエストを回って、そいつらをゲットして、神化素材にするっていうのが、基本的な流れだったんですけど、このガブリエル実装時から、この二雷家内実装までに、一回たりとも降臨しなかったんですよね。その一個素材。どのキャラか忘れちゃったけど、それこそ聴覚だったのかな。かなんかが降臨一切しなくて、なのでガブリエルの神化素材が発表される前にガブリエルの神化素材を持っていたユーザーじゃないと基本的に神化できなかったと。なので初日は基本的に進化ガブで使ってる方が多かったですね。まあ、とはいえ慣れるまでは進化ガブの方が強かったかな。やっぱ雑魚処理をね、この電撃でまとめてやってくれるので、まあ、さっきのアクアドラゴンとかね、普通に3ターンで白爆発してくるので、確かね、こいつね、全体10万超えなんですよ。なので本当の即死。なのでまあ基本的に初日は進化ガブが最適で、
まあ、それ以外あとはクーフーリンとかオールアンチエーセス持ってて強かったりとかっていう感じだった記憶ですね。痛えなこれ痛えってか HP ひどくね、やばいよ8万って、8万400はやばいよさすがに。それはそれはちょっとやばいわ、どうにかしないとな。マジか、いやこれ結構苦戦するかもこれ結構苦戦するかもしんないね。いやまあ本当はディルロッテが情報修正されてなかったらディルロッテ使いたかったんですよね。あのあいつね今超重力になっちゃってるからさすがに別キャラなんですよね。だからちょっと今回使うのは我慢しますよし、オッケー、バハムートやれた。いやー結構これ難しかったな、バハムート戦。割とねエナサで負けることもあった、エナサで負けることもあったって 1,2 回負けちゃったんだけどそう、ということで2ライカナイですよ。でまあこのね2ライカナイね、何がやばいって、あのバリアで今守られてるとこに矛があるんですよ。まあ矛か何かわからないけど、とりあえず武器があるんですけど、あれをやらないと火ダメがめちゃくちゃ増えちゃうんですよね。まあ全ステージ共通で、なのでできるだけあれは早めに壊しておきたい。頼むから早めにやりたいね。まあ直で行くか。オッケー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 、十分十分。やっぱ電撃強えな、本当に火力入るね。でもこのクエストは本当にガブリエルのために調整されたんだろうなっていう感じが本当に強いし、なんかそれで考えるとめちゃくちゃ調整が凝ってるような気がする。なんかそのガブリエルの友情を輝かしたいから、ちょっと適度なね、自強化倍率で、まあ、ガブリエル以外のキャラもいけるけど、ガブリエルは特別に友情でそのなんだろうなやれるよみたいな、すごい現れてるクエストだと思う。なんか当時自分どんな編成で周回してたかな、確かね俺ねちょっと後なんですよ、この二雷家内周回し始めたのが。その降臨してすぐやったわけじゃなくて、ちょっと後にあの適正キャラとかねちょっと増えてきた頃にやり始めたんだけど、確かねあれだよ、オリーブちゃん使ってた。皆さんも覚えてるかな、あの 3DS 版で初登場したオリーブっていうキャラがいるんですけど、あのキャラがねすげえ可愛くて、あいつのためだけに当時は豆粒かのコラボが来てたと思うんですけど、その豆粒コラボでオリーブの運極作りたいがゆえにウルトロンをねめちゃくちゃ周回してたと思う。それだけ、本当にそれだけのために周回してた。でまあそのオリーブがね微妙だったんだよこの二雷家内ですげえ強いって言われてたんだけど、いざ作ってみたらねかなり微妙で、意地で使ってたね、絶対挑戦の方が強いのに絶対 100% 挑戦の方が強いのに、意地でもうオリーブだし、オリーブだし、ずっとオリーブ使ってね、結局最後運極までいけたと思う。懐かしいなオリーブ、なんか最近使ってないからもうちょっと使いたいな。これ何ターンまでなんだろう、頭の数字ぐらいかな、あの4ターンが怪しいよね。一応反射で挟まってみようか、どんなもんなんだろう。いけ、ああ結構出る、結構出る、いいね、全然反射の殴りでもいける。ちなみに反射で強いって言われてたのは出たばっかだったか、まだ出てなかったかわかんないけど、村雲とかか。あそこら辺が、反射で、キラーで強いって言われてたね。普通に挟まって強いみたいな。で、重心化して強いって言われてたのはヘラクレスとかか。あそこら辺が、とにかくドラゴンキラーで、結構ハマる場所っていうのも用意されてるので、このクエストは。基本的に貫通ゲーだけど、反射のキャラも一応使えなくないみたいな。一体までだったら入れられるよみたいな感じだったので、そうだね、そこら辺のキャラは反射で強いって言われてた。一発 SS 打ちますか、実況化も多分多少入るんで、一発打ってどんなもんか。 OKOKOK、 いやでもねあの 3P の位置やばいかもしんない。あの 3P の位置が敵の3の攻撃で確かだけどレーザーをモロクライしちゃうと思う。だからなんとかしたいね、ちょっとね。いやでも大丈夫か、確か4ターン目があれなんだよ、いわゆる何だったっけ、割合 SS じゃないけど割合攻撃か、 HP が4になっちゃうやつが来るんで、
まあ、それまでにレーザー食らう分はいいか、死ななきゃ大丈夫か。そこ以降はね、ちゃんと配置してあげないとやばいことになるので。ガブ届かないか、若干足足らんかったな。まあ、ここ回復しても意味ないんで、これでどうだ。 2P をずらしたかったんだけど、これが大丈夫かな。レーザー食らわない位置か、怪しいとこだけど、多分食らわないんじゃないかな。まあいいや、とりあえずここ縦勘で回復しましょうか。オッケー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 。で次 2P でしょ。あー食らう位置だったね、危なかった。ここもじゃあちょっと回復しながら、で見る感じ即死3ターンだね。あと2ターン後か、あと2ターン後か。大丈夫かこれ、いける？あと2ターン後の即死耐えれる？いや耐えるは無理なんだけど、倒しきれるかどうかだよね問題は。撃つか、なんか無理な気がする、倒しきれない気がするから、もうここ一発撃っちゃおう。もったいねえけど、本当にもったいないけど、もうしゃあないよなこれは、緊急事態だから。うわーガブ打たされたか、削りだな。やっぱ神ガブの方がいいのかな。やっぱ進化ガブだとボス戦からがきついんだよね。